はい、1日目のお風呂ごめんなさい、今日は試合の1日目なんですけど、試合終わって今3時なんですけど、それでお昼です。え、何これ、なん、あ、チキンか。え、なんかバーベキューチキンサンドイッチを頼みました。朝は食欲なくてバナナと牛乳しか飲んでなくて、やっとご飯です。ではいただきます。練習してたら、またね、雷、サンダーストームが来て中断になりました。でも今回はもうラウンドは取ったから良かったです。ではホテルに帰ります。はい、お疲れ様です。今日は2日目の朝なんですけど、すいません、友達が寝てるからトイレで撮ってるけど、バスルームで、多分今日は昼スタートで、昼か雷か雨かわからんけど来るから、中断になるか雨の中ずっとプレーするか、なんですごいハードな一日になります。で、5アンダーですごいいい位置、今の時点で6位か4位につけてるんで、今週はトップ10目指して頑張りたいけど、伸ばし合いのコースやから伸ばさなあかんねんけど、欲張らずに、一個一個大事にプレイしていきたいなって思います。では行ってきます。バイバイ。はい、お疲れ様です。今は3日目の朝で、もう昼やけど、今から、3日目最終日行ってきます。先週も4位で最終日迎えて、今週は、あれ何やったっけ？あ、3位!3 位で、最終日迎えるんで、先週はギリギリトップ10を逃したんで11位で、今週は、まあ1位と3打差で優勝の可能性もまだ全然ある範囲やけど、まあトップ10目標で、あんまり順位意識せずに、一つ一つ自分のショットとかマネジメントにフォーカスしてプレーしていきたいと思います。では行ってきます。スタート前なんですけど、風が強すぎてやばいです。ナイス。はい、お疲れ様です。昨日試合終わってから7時ぐらいに試合終わったんやけど、5時間ぐらい運転して、シカゴまで運転してきて、でタイの友達4人で行動しとって、でそのタイの人の知り合いの人のホストファミリーの家に1日泊めてもらって、今は朝なんですけど、サンディエゴに、帰るって、まあ、うちの家じゃないけど友達の家に戻ります。1時前から着いて、なんか疲れてますって感じで、とりあえず今日は移動日です。月曜日です。では、はい、皆さんお疲れ様です。今は夜の8時ぐらいやねんけど、海辺を歩いてます。まだちょっと明るいです。気分転換に、最近ちょっといろんなことがあってすごく大変な時期やったから、こういう感じで気分転換に歩いてます。景色はこんな感じです。めっちゃ綺麗で、もうほんまにめっちゃ癒されます。もうすぐ日が沈むかな。超綺麗です。あ、もう日は沈んでました。すいません。
はい、皆さんお疲れ様です。今日は火曜日やねんけど、先週の反省ってか先週の結果報告をしたいと思います。で、今はサンディエゴの友達の家にいます。で、まず先週はまたトップ、動画撮っとったと思うけど、結構いい感じで最終日4位で、3位で迎えて、前半ワンボギーノーバーディーですごい苦しいプレーで、でもすっごい肩振りとったんですよ、もうめちゃくちゃ。だから全然、それでも全然なんかいつかバーディー取れる、我慢しようと思って、先週はこうボンって落ちちゃったから、先々週かと思って、なんかいろいろほんまに頑張っとって、でバーディー取ってゼロに戻して、でまたボギー打ったけど、またバーディー取ってゼロに戻して、あと残り4ホールやって、その時ね多分6位ぐらいやったかな。そう、スコアを見てなかったからわからんかったけど、もうめっちゃ風吹いとって、その15番ホールがアイランドグリーンのめっちゃ風吹いてるとこで、めっちゃアゲンストの風やったのに読み間違えて横風やと思って、でほんまに、でも池には入らんくて、超イージーアプローチで30ヤードぐらいので、ピッチエンドランしようと思ったんですよね。めっちゃ風強かったから、したらアゲンストすぎてなんかめっちゃスピンかかって、でそっから3パットしてダボ打って、次のホールもめっちゃ短いパター外して、でボギー打って、次のホールはパーで、最終ホールも3パットしてボギー打ってって感じで、最悪な上がり方をして、で結局6位ぐらいだったら4打落として最後で20位に終わっちゃって、またトップ10フィニッシュできなかったっていう、すごい悲しい物語やねんけど、でもこれが今の自分の実力やし、結果が全てやから、最後に崩れちゃうっていう自分にもまだ足りひんところがあるってことやから、なんていうんかな、ショックやったし悔しかったけど、でも、客観的に見たら確実に良くはなってきと、なんかそのアメリカに来た時は予選通んのもやっとやったし、なんかもうほんまそういうのがカツカツやったけど、ここ2週間はトップ10で最終日迎えられて、トップ5で迎えてるから、でもそれってやっぱりなんかまぐれじゃないと思うんですよね。自分で言うのもなんやけど、それはまぐれじゃないと思う、その2週連続トップ5に入れるってことは、最終日までやっぱりある程度自分の実力も上がってきてるんやと信じたいよね。いやと思うんですよ。だからそういう面では成長できてるっていう実感があって嬉しいし、その選手として結果わかんかってんけど、やっぱ自分の成長を感じれるって一番嬉しいことやから、でなんかそういう成長も感じられてすごい嬉しかったし、でも良くはなってきてるけど、これをトップ10、トップ5優勝っていうところに届くには何かが足りひんってことやから、そこを今一生懸命補っていこうって思ってるところです。私はなんかそれに対してのモチベーションは今すっごい高いし、足りひんところを一個一個詰めていって、あと残りもう折り返し地点で、ステップじゃないです、エプソンツアー折り返し地点に来て、年間20試合やねんけど、もう11試合か10試合ぐらい終わったかな。私3試合何試合出てない、私2試合出てないんで分からへんねんけど、11試合終わったと思う、もう折り返し地点で。でマネーランキング今67位で、35位までに入ったらファイナル QT からなんですよね。で私はセカンド QT からの資格はあるんですけど、ファイナルから出れんのめっちゃでかいんで、セカンド QT がすっごい難しいんで、そういうのもあるから頑張らなあかん時です。で、そういう35に入るっていうのが一応目標かな。だからトップ10とかトップ5に入ったらめっちゃ賞金が高いから一気にランキング上がるのに、最終日崩しちゃったせいで、こういうまだ60何位とかいうあれやねんけど、でももうほんまにおかしいんですよ。なんか60位タイまでしか通らんのに158人とか出てるんですよ、選手が。確率やばくないですか、ほぼ3分の1みたいな。なんか普通日本って半分
半分以上通るんじゃん最近分からんけど120人中60人とかやけどもうなんかねきついっす今週もカットライン2アンダーってめっちゃラフとか写真撮ったけど超長いもうマジ私の顔ぐらいあるマジめっちゃ難しいけどもうみんなめっちゃ上手いからもうねついていくのに必死でもなんかついていけてると思う最近はこの2週間はかろうじてって感じですごいゴルフのまあすごいいい方向に向かってきてるからあとちょっと成長できるようにたくさん練習して自分と向き合っていきたいと思いますでめっちゃ話変わんねんけどなんか多分動画見てくれてる人分かると思うんだけど私の人生にとってすごい辛いことがありまして最近アメリカ関係ないねんけどすごいプライベートだよねまあ私にはどうすることもできひん問題が起きて日本ででちょっと日本にニューヨークの試合休んで帰ろうかなと思ったんですよねっていうぐらい大事重大な問題があってでそうやねんけど今ゴルフ自分のゴルフ人生の中ですごい大事な時期ですごい良くなってきてるからあとちょっと頑張れば届くかもしれへんっていう目標があるからここで日本に帰っちゃったら全部体もリセットされて日本の体になるんですよねやっぱりアメリカと日本って違う国やからやっぱ体が適応するのにちょっと時間かかると思うんですよでやっとアメリカに慣れてきてなんて時差とかそういう体の面がやっと何ヶ月単位なんですよほんまはなんか時差ボケって2週間とか治るとか言うけどもうほんまに体は何ヶ月単位でじゃないと治らんっていう、 もう研究結果が出とうみたいなのをどっかで習ったガチででやっとなんか自分の体もこっちのあれになってきたしすごいゴルフも良くなってきてるからここで日本帰っちゃったらまたゼロからのスタートになっちゃうし1試合ももう休めないんですよねランキングがあるからっていうのがあるから日本になんか帰るのをやめましたてか帰るお金もないだって30何万すんの無理やんそんなって感じでこっちに残りますでセカンド QT を受けてから帰るんで11月ぐらいに帰るかなあと4ヶ月はこっちにおるって感じで今は今週は1週間オフですごい精神的にほんまにノイローゼみたいになっとってそれは思ったけどこういう性格やからあんまあれやねんけどなんかねアメリカにおるからストレスとかじゃなくてこれはすごい難しい話やねんけど日本に帰りたい場所がないっていう日本にもう別に帰りたくないし別にアメリカにも降りたくないっていう感情になったんですよ多分ホームシックの人ってなんか日本に帰りたいって思うとでホームシックになったりとか家族に会いたいとか友達に会いたいとかなんとかとかでホームシックになったりすると思うけどうちは別になんていうのいや家族に会いたくないとかそういうわけじゃないけど日本に別に帰りたい場所がなくて帰りたいって思える場所がなくてで別にアメリカでも別に自分の家なんかないしだから自分の居場所がないっていう状況に陥ってそれでしんどかったんですしんどかった、まあ、それが理由じゃないねんけどなんかそういうのとか考えちゃったりとかしてまあ普通そんな普通の精神状態の時って考えへんやん自分に帰る場所がないとか正味自分で家借りてるから帰る場所はあるけど物理的にはっていうなんか人生途方に暮れててしんどってんけどとりあえずもう練習しとこうと思ってずっと練習してもう何もしなかったら考えるからずっと練習してでなんかほんまにこっちにおる友達に助けられたそんな英語喋られへんねんけどまあちょっと悩んどうこととか話したりとか結構一緒に話聞いてくれたりご飯一緒に食べてくれたりなんかいろいろしてめっちゃ心救われましたほんまに感謝しとでそうですねほんまにいろいろ大変やったけどそういう精神的なものはゴルフに影響しやんとできたし今まで最高位更新しとうからだから
なんか自分頑張ったなって思います。こんな状況でもうち頑張れるんやみたいな、普通やったら多分うつ病で家出れないと思うんですけど、うち結構頑張れるんやって思いました。で、ね、昨日着いて今日はちょっと練習してなんか必要なものとか買ったりとかして、で明日からバケーションに行きます。アメリカに来て初めてのバケーションです。カッコつけとロードトリップに行きます。今サンディエゴにおんねんけど、サンフランシスコのヨセミテっていう超綺麗な場所があるんですけど、前3年前ぐらい友達と行こうとした時に冬で雪が積もってて行けんくて、で今回は私がちょっとメンタル的にこうダウンしとうから、なんていう、自然に触れるの大好きなんで、綺麗な景色を見てノイローゼを改善したいと思います。2日間はゴルフのことも、もうこの私生活のもう全て もう何もかも合わせて楽しみたいと思います。はぁ、マジで楽しみって感じかな。なんか、まあ、そういう楽しみが人生になってよかったなと思います。はい、一人でマジで部屋でこもってネットフリックスとかやばいやん、やるけどよくって感じかな。まあ一人の期間がなかったんで、2週間ずっと人とおったし、それで助けられたかな。英語の勉強にもなりました。いっぱい英語教えてもらった。でそれ終わって来週ニューヨーク行って2週間オフがあるんで、そこでも私はバケーション入れました。どんだけ遊ぶねん。ちょっとカナダとかに行っちゃいますって感じかな。とりあえず明日明後日はリラックスしていきたいと思います。では皆さんさよなら、バイバイ。